ラミアン、よいしょー、あ、普通だか、よいしょ、今週も始まりました。ありがとうございます。ラミオ、よろしくお願いします。お願いします。それでは、ご紹介をお願いします。これから あ、そっちから。クラブラミオ、チーム。発着です。よいしょ。しょ続きまして。発着と同じお店に働いてます。カズです。よー、同じカオルンです。よいしょ、いいですね、自分でよいしょ、よいしょ、いいですね。はい、それではいつも通り MC やります。ポンです、よろしくお願いします。よっ、ということで、よっ、MC どうですか、発着。冬だね、冬ですね、冬ですね、もう冬ですね、冬が始まるんじゃないですか。まあね、寒さのせいにしてね、温め合えばいいから。そうですね、冬になるとチョコレートが欲しくなるんです。メルティー仕立て、もうね、なんでもいい伯爵に関してはもう。ということで今日は、12月も近くなっていて、まあ、冬ということなんで、冬にちなんだお題とかやっていきながらも、みんなにいろんなお題を出してもらって答えていこうかなと思います。まあ、放送中に開けちゃうんですね。放送中に開かない。これはアクシデントでも何でもないんですね。開けとけばよかった、ね、開けとけばよかった話です。はい、はい、伯爵どうぞ。伯爵、音聞こえないけど来たよっていう伯爵へのコメント今日多いですね。チェックかけましたよ。カズさん来るとは。いや、引退してなかったですわ。実は実は辞めてなかったっすね。引退説は、ああ、引退説でガチで女の子から本当にもう最後なんですかっていう LINE が来てましたけどね、うん、で最後じゃないですよって言ったら、あ、そうですかぐらいだったんですよね。これ前髪入ってない、そ、放送中前に放送前にやってほしいですね。気にすること、2個目ですよ、2個目ですよ、今1個目、2個目です。伯爵へのコメントめちゃめちゃ最初から来てます。まあ今日のお題は、まあ冬でなんかみんなに答えてほしいものだったら、やっぱボードを最近使ってないんで、そうですね、今週は、今週とか今月ちょっとボードをみんな使ってるんで、クリスマスにさ、もう皆さん手で消してくださいね、手で。そうですね、クリスマスが近くなって、ベコベコなんで伯爵、こっちにしたらベコベコなんです。まあ、そのお題を皆さんでちょっと出していただければいいかなって思います。クリスマスの、クリスマスでもいいし、まあ、冬にちなんだことでもいいですし、そういうことですかね。そういうことですね、はい、今日は、まあ、最後じゃなくてよかったって感じ。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、でも今年最後かもしれないですね、僕は。まあ、今日は、ね、まあ、イケメンが2人もいるので何もしなくても、まあ、イケメン任せでいいのかな。これ微糖とね、チョコレートがね、冬になると欲しくなる。はい、伯爵には触れない。君をビトビトにしてやろうか。じゃあ早速お題の方にしますかね。はい、早速お題の方ちょっと皆さん言っていただければ、ちょっとその間に伯爵も自由にやっとくと思うんで。本当に自由ですね、自由に飲んでますね。カオルン、手を振ってというところ。みんなテンション低いな。低いですね。あ、絶対寝起きだろ。絶対寝起きだね。間違いなく絶対寝起きだろ。じゃあ俺携帯落としてさ、また、はい、またやっちゃいました。今年一通さ何回目ですか。4回、3ヶ月に一遍なくされてますからね。もうね、誰も反応しなくなってるよ。そうそう、携帯じゃなくて君の心を落とした。じゃあお題ください。はい、行きましょう。そうですね、どのタイミングで落とすのってね、両方の意味でしょ。昨日新宿もすごい人多かったですね。森の市ですね。森の市のせいでね、日本酒飲むとね、記憶がね、いや、日本酒飲みすぎですよ。飲みすぎです。いや、誰あれ、もう俺飲まないよっつったのに、思い出は持って帰りたいよっつったのに、グイ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 。まあ、最終的にワンケース頼んでましたね。まあ、酒を持って帰ればいいんじゃないですか。いや、わかったな。ワンケース。めっちゃなんか連打でポンを打ってくれた人。ありがとうございます。多分履歴ってか、エンターを押せばなるようになってんでしょうね。パチ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 パ
そうですね、意気込みが。1500になったらカズが脱ぐっていうね。はい、僕マジっすか。セミじゃなくてフルヌードいきます。で、今まで見てくれた人は分かると思うけど、カズまだネックレスしてますからね。はい、まだまだついてますからね。まだ来ないですよね。手袋大吾みたい。その手袋もじゃあプレゼント。俺キャッシュだよ。キャッシュ。お題もらっていいですか、誰か。はい。そうね、お題ないから何も。お題がないから、じゃあこっちで最初決めちゃいますか。まあ、なんかアンケートを取るとかじゃなくて、簡単に最初書いてみて、バーって、どんなとこに行きたいのかなとか、どういうふうに思ってるのかなみたいなことをみんなに知ってもらえればいいかな。例えば、冬に行きたい場所とか。冬に行きたい場所、はい。女の子と。女の子と。あ、なるほどですね。女の子と行くんだったらどこがいい？その女の子のシチュエーションとか、その関係は？関係は、まだ恋人ではないですね。あ、恋人以上友達。なんかいい感じなんだけど。そうそう、いい感じなんだけども、まだこの冬に決めてやりたいぜっていう。もう何もできてない。なるほどですね。でも相手の気持ちもなんだかんだ分かってるみたいな。すぐセックスだな、俺。ちょっとやってもらっていいですか。じゃあそれ携帯も落としますよ、ね、後半戦に持ってってもらっていいですか。もう出落ちになっちゃうんで。なんだろうな、1500ポン行きたいと思います。行かねえよ。1500もポンで埋まったら相当だろ。ポン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 。やってもらってみたいけどね。ブラックトークはちょっと後半戦にちょっと持っていきたいなと思います。前半でやっちゃったらちょっとネタがなくなっちゃうんだよね。チーム東北ってここだけだけど、まあ、チーム東北ここだけですよね。今日はゲイ野郎が来てないの。今日はゲイ野郎。ピンクさんは今日いないですね。誰？ピンクさんはまだ。ピンクさん。今日はちょっとお休みということで。純也さんです。ああ。ちょっといろいろ。純也さんも撮影とかいろいろ忙しいですもんね。ダッシュとか。すごいですね。小分けにポン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 行ってますからね。ああ、ダスポンやな、ダス。お題に関してはいざこう言ってないんですけどね。セフレの関係の話を今お題に出してないです。あ、でも純粋な。まだやってないってことね。まあやってない、まだやってないところ。まだやってない、はい、ということで書いてもらっていいですか、じゃあ、はい、どこに行きたいか。まあ地名でもいいし、どっか固有名詞でもいいですし、どっか行ければ。まあうちらの仕事ってなかなか難しいですからね。行ってみたいっていう意識でいいと思う。これ東京じゃなくていいですね。東京じゃなくていい、全然どこでも。例えば沖縄とか寒いけど、あ、なるほど、暑いとこ行きたい、伯爵投げキスしてって。そうね、じゃあ書いてる間に伯爵の発電地の場所をみんなで想像してもらいましょう。みんな書き込んでください。どこか発電地の場所、雪国。まんまやん。じゃあ行きたい場所が雪国で、行きたい場所が雪国ね。いいっすよね。あのね、寒かったりさ、はい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 、まあ距離も縮まるじゃん。あ、なるほど、ね、くっつきますからね、うん、距離も縮まるし、体温と体温もね、はいはいはい、寒さのせいにして温め合える感じ。はい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 、はい、まあ、最終的には、最終的にはね、雪掘りをしてね、雪掘り、穴掘りじゃないですか。最後には君のゲレンデを僕のホワイトパウダーで。カズ書いた。はい、書きました。はい、僕書きました。すごいですね、伯爵。はい、僕はここですね。はい、六本木ミッドタウンです、ね、はい、まあいいよね、まあ、僕は青森の出身なんでね、六本木は憧れでありますけど、その後六本木のミッドタウン行った後に、まあ、カズのね、六本木ヒルズをね、聞いてない聞いてない。カズの六本木ヒルズって言ったら聞いてない。あのね、下ネタで被せられると困る。うん。でも、結果イルミネーションのとこに行くと女の子ってちょっとテンション上がる、まあ、綺麗なところを見るとやっぱりテンション上がりますから ね照明がすごい明るい場所でね、テンション上がる。もう色カスカスやないですか。借りればいい。色カスカスでね、それで照明を最後消すわけで、はいはいはい、照明明るいイルミネーションの中に行って照明を消すわけでしょ。はい、消して君と二人の心の灯火を照らそうかなんて言うわけですよ。できた。そろそろ行きます。じゃあカオレンはどこに行きたいかっていう。ディズニーですね。ディズニーランド。ディズニーランド、あ、なんで、すげえベタですけどね。ディズニーランド、夢との時間はね、うん、あなたとだけ。あら、よし。
しょよいしょ。今日は悪いな。今日はあれですね。今日やっぱり寝起きなんすかね。キレの悪さから。まあそういう感じで皆さんまあこういう感じでねちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、最初から伯爵の発言地の場所と年齢と相手っていうのが、まあそうですね伯爵。俺でも遅いよ。高校1年生です。おはいはいはい。高校全部最初高一中も高一で全部初めて。初めてで。で多分発言地の場所は、はいはい、小学校の校庭かな。校庭。多分高低差ありすぎる。遅いっていう割にやってる場所っていうそうですね、大胆ですね。じゃあ、じゃあ、まあ、やる場所はないっていう。高校でさ、小学校の校庭とかで飲むじゃん。コンビニで買って、まあ、はいはいはい、効率的に悪いんだけどね。はいはいはい。まあ、いろいろありますからね。で、先輩と飲んでたわけよ。はいはいはい。ベロベロになるじゃん、酒弱いから。はい。で、気づいたら、多分先輩とこうなってた。うん、かなり俺でも本当に好きだった先輩だったから、まあやれてよかった、でも覚えてないんだよ。だから多分肯定、まあ頭の中では肯定で、そこ何エッチ的なものの初エッチはそこが初めてかな。はいはい。まあ最後に言ったかどうか分かんないね。他に肯定でやったことある人いますか。まあ、肯定顔じゃん。肯定顔じゃん。銅像ジャングルジムとかでやってそう。銅像にいそうじゃん。小学校校長じゃないですよ。野外しかなさそうだよね。野外牛小屋とか馬小屋とか。あれですね、飼育係だったんですけど、ウサギ小屋ですね。万年発情期のウサギに囲まれてね。ウサギってね、そうなんですね。やらないと死んでしまう。すごいよね、ウサギの。ウサギと人間だけだね、万年発情期。ああ、万年発情期。発情期。初上位ってどういうことですか。ラブアン上位。ラブアン上位。まあ16って遅いのかな、早いのかな。早いですよ。今まで比べたら遅いもんね。今だって小学生だってやってるじゃん。そんな、そうだよ、お前。だって小6とかがね、うん、あららっていうことですよね、うん、お父さんとか、だってこれで前も年齢でいろいろ見てましたけど、うん、お父さん、お母さんと娘さんで一緒に見てる。見てたの、見たね。あすごいですよね。うさぎとやった、うさぎとはやれないでしょうね。かつ、うさぎのモノマネが見たい。あやりますか、じゃあ。うさぎモノ。はい。で、あっちのカメラ。今日みんなのテンション低いな。そう、なんかね、低めなんだよ。だから、数ちょっとバッチリ上げてくれ。テンション。テンション低いか。これ、ミッドタウンで隠しながら。いや、ミッドタウンで隠しながらの。こっちんこっちどっちこっちかな。あ、そっち来た、そっち来た。こっちだ、こっちですか。ここにしゃがみなさいよ。しゃがむ前に隠していただかないと。見えてないよ、それ。まあ今日はね、こんな感じでちょっと自由めで。ちょっと待って。はい、3、3、2、1、1、はい。入ってない入ってない。俺が入ってる。でもそこだけ音声を消してもらったんですけどね。ありがとうございます。ちょっとちょっとちょっと、まあ中途半端な感じで。いやでも何が嬉しいかって、その後の NG コメントが来ないところが嬉しいですね。なんで俺いっぱい質問くれるね。1500いくって伯爵言いましたね。コンドームの好きなブランドありますか。生だねこれね。酒買ってこいって指示する。かつ、ケツバット、チクバサミ。まあ今日こういう系もやってもいいんじゃないかなと思いますけどね、途中で。もうこういう時に限ってあるんでしょうね、バット。カールン全力で手振ってる。全力？なんか時差がある。大丈夫？全力少年。大丈夫、大丈夫。君の隙間スイッチを押した。全力少年。まあ今日ね、ちょっとカールンは後半戦でちょっとスイッチが入るかもしれない。今日失敗、ね、はい、心配してくれたらな、いつもこんな感じです。暑いな。暑いっすね。若干暑いっすね。テンションとウルウルに暑いっすね。何なんでしょうね。彼氏と喧嘩して笑わせて。尺に笑いを。笑わせて。癒してだったら、まあ、尺癒し、笑わせからの笑いも。じゃあ、尺の一発ギャグ見れないですよ、なかなか。一発ギャグ。3、3、2、1、1、一発ギャグ。
入ってない。冬じゃん。な、何がいいよね。なんすかね、今日のお題は。まあ、冬系で行きたいなと思ったんですけど、雪国出身じゃないですか、二人とも。うん。まあね、チョコレート食べ、チョコレート食べちゃう。出身っていうか、住んでたよね、だからね。うん、まあ、そうですね。多分、こっちサイドはあんまりわからないこといっぱいあるじゃん。で、見てる人とかでも、多分、ね、東北の人とかもいると思う。寒冷地仕様になってないとエンジンつかないからね。エンジンつかないですね、寒冷地仕様。もうあっちの人は。今俺の小さい時の時代は、はい、中にお湯沸かして、はいはいはい、エンジンに熱湯かける。へぇ、凍ってるから。あ、そうなんですか。それで溶かしてってことですか。それで溶かしてエンジンかかる、かけないと。何年前やっかんでやってたよ。俺はやってないけど、ほとんどやってた。やかんでいいね、これ。東京の女と東北の女の違いは。あー、うん、はい、ちょっと俺知りたい、これ。え、でも俺東京ってさ、田舎者の集まりじゃん。はいはいはい、そうですね、うん、根っから東京ってあんま少なくない？まあ、どうなんですかね。俺ずっとこっちの方なんで。なんか歌舞伎町で働いてる子たちもさ、あ、まあそうですね、東京してきてとかさ。歌舞伎町は地方が多いですね。いや、東京ぶってるけどさ、結構ね。どうなんだろう。でも東北の女の人のじゃあイメージとか印象とかってどんなの？東北の女の子はどうですかね、割かし。ほっぺたが赤いイメージしかない。あ、リンゴ病、通称リンゴ病ですよね。うん、それしかない。アンパンマンみたいな。東北、まあでも黙ってるよね。黙ってますね、やっぱイントネーションが違いますね。めっちゃ綺麗じゃんと思って、こう久しぶりに、はい、東北行った時に、はい、電車の中で、はいはい、綺麗な人をこう横行って見たの。それめっちゃ黙ってるね。イントネーションが違いますね。流れどこさ行くべきスタッフで黙ってるか、黙ってないかの違い。ああ、そういうことか。いや、もうめちゃめちゃ黙ってますよ、うん、佐々木希も飽きた。ああ、そうですね。そうですね、佐々木希ちゃんはショップ店員をやってたところをスカウトされたらしいですよ。へえ、かわいいもんね。なんか振り幅すごいもんね。ああ、北美人って言いますからね、やっぱり。秋田は多そうですね。でも青森も多いんじゃないの、そう考えると。青森はそうですね。まあ、青森は新山千春さんが有名ですからね。あ、あっちは青森か。あの人は青森ですから。俺、あの人好きだったな、最初。ああ、結婚してから僕も嫌いになりましたよね。なんでだよ。結婚するまでがアイドル的じゃないですか。結婚してしまったらもう人のものじゃないですか。俺をさ、いろいろしてやろうって。いや、入るスペースなくないですか、そっち。心じゃないんだけど、隙間に隙間産業だからね。隙間産業、隙間に入ってくる。いや、確かにありそうですけどね。俺たちオーストラリア隙間産業なんで。実家の方帰った時なんかあるみたいな、もしかしたらあるかもしれないよ。あれ、喘ぐ時もなまる。なまりません、喘ぐ時。喘ぐ時なまるでしょ。喘ぐ、どんな感じ、どんな感じでなまるの。それ聞いてみたい。いや、逆に気持ち悪い。あ、くもつ。やんだこと、これやんだ。いきそうだ。たまげで、たまげで気持ち。たまげで、あなたのたまげで、たまやる。行く気投げだよ。マジで。あたすいけそうだ。そう考え。いや、俺は小学校の時にいただけだなと。エッチしたことないじゃん。あ、実際わかんない、生まれたの。多分何言ってるかわかんない。うちらもそうですよね。初めて聞いた時わかんなかった。数とかも何言ってんだろうっていうのもあった。そうですね、もうイントネーションの違いでみんなとのギャップも感じますよね。早口だよね、東北。割かしそうですね、早い。なんか検証してたの、タモさんが検証してたの。はいはいはい。寒いから、口をあんまり開きたくないから。わかります。短縮するんだって。滑舌が良くないからまた黙るんですよね。そういう感じか。どこ行くのっていうの、土佐。そうですね、土佐。土佐、あ、もうちっちゃくもう言える言葉だけ言える。とさ、ゆさ、とさゆさゆとだよ。とさゆさゆ。東京はこれ発着の方言で色恋出てきてちょっと楽しいね。色恋で。まず数から行こうよ。数から女の子を方言でくどく。方言でくる。はい、行きます。
大丈夫？はい、もうこのこれいきます。もう行くよ。あ、じゃあこのままでいいよ。このままこの動いてたらさっきからグダグダだよ。ちょうどいいじゃん。はい。よっ。はい。あれどっちで？さあさあ、2、1、1、ほい。おら、お前のことが好きだ。和道付き合ってけで。はい。はい。あー、いい。真面目な感じで言ったんですけど。真面目だね。いいね。なんかそうやって聞くと。いや、真面目に言ったら、あれですよ、生…うん、なるまいっす。もう伯爵、言いたげですから、ね。伯爵、お願い。言いたげ？俺、言いたげ。俺、そんな…じゃあ、伯爵の…暴言でも、ポイントセリフで。これ、隠してもいいですか？こっちください。藤月翔って書いてあるから。いきますよ。じゃあ、伯爵の暴言の…え、俺、こっち来てる。あ、こっち来てる。告白まで。はい。3、3、2、2、1、1、ほい。なして俺のこと分かってきんねんだよ。もっともっと近くさ来てくれ。こっちが危ないの。いろいろ音声もない。いろいろ危ない。いろいろ危ない。そんな近く行く必要なかったっていうね。しかもバイクに当たったし。まあそんな感じになっちゃいます。はい、こんな、まあでも風ので良かったなって思った。そうだね。俺発着のいらなかったな。そんなにいらなかったよ。、ね、ここまで来て、ね、一言もあんま喋ってない。そろそろ起きてもらう。そろそろ、ね、そろそろ起きてもらう。この間、剣心が黙ってたし、はい、今週変わるか。兄弟、黙るのかな。ブラザー、ブラザー、ブラザー。やっぱそこら辺は。ブラザープレイですね。入れるところだから。え、じゃあ、顔もね、福岡だもんね。はい、福岡だから、鉛もある。あんまりうちないっすよね。ないんだ。はい。あんまりないとこなんですよ。あるとことないとこでやっぱある。ああ、はい。何でもいけるし。ありますあります。福岡でも福岡と京都ってよくないですか、方言とか。携帯か。チームと。振ったのに携帯か。自分らの時間終わったら自由か。あんたら。おい聞け。おい、だいたい数字かけてきたの俺に。嫌がらせだ。せっかく薫が喋ったと思ったら LINE か。チーム東北で2人して決定してた。本当に。でもどうですか、どこの、いろんな県の女の子がいますけども、はいはい、どこの県の女の子が住んでた。ああ、やっぱり僕、うん、あれですね、僕はもう…でも九州女は男立ててくれるんですよね。九州男児、ね、はそもそもいなくて、九州男児を立ててくれてるから、はいはい、それで映るみたいな。うち男児に映ってるだけであって。なるほどなるほど。いい女が多いってことですかね。で、群馬県は逆に女が強い人じゃん。まあそうですね、強いですね、あそこら辺も。カカア殿下とカラス風って言ってね。はい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 。九州女はやっぱ人気なのかな。俺はやっぱ京都とかが好きなんですけど。あー、喋り方がね。喋り方と、あとなんか中身もやっぱ芯があるんだ。なんか強いものがあるからいいなって。あと喘ぎ方も、それあかんやんって言うんでしょうね。ね、開いてるんですね。それあかんじゃんって言うんだよ。あかん、あかん、開いとかん。もうね、勝手に下ネタやってんだもん。カズまで乗るとね、対処がしきれねえんだ。いやー、めちゃくちゃ楽しいですね。僕はやっぱり青森の女の子の方がいいですね。青森やることないんで、あの小滝さんっていうイメージあるんですけど、まあ、僕のところも男4兄弟なんで、結構4兄弟が珍しくないんですよ、青森は。へえ。前髪が出たから、それにな何の話をしよう。赤チェック OK って聞いた。あ、置物です、今日の。今日の置物です。なんで、まあワーストは言えないよね、さすがに。どこの件か分からない。伯爵ですか、僕に何を言ってるの。初めてしゃぶしゃぶ行ってきたっていうコメントがあります。あれ、はい、美味しかったのかな。いや、ワーストが大阪っていうコメント来ましたけど。あ、大阪ね、ちょっとね。別に俺嫌いじゃないんだよ。あのね、大阪のお客さんいたんだけどね、電話が早口でね、うん、俺、こう普通に喋るじゃん。でも幕下出られてガーッと来られるから会話なんねえなと思って。もう根っからの大阪の、あれじゃない、コテコテの、うん、あるじゃん、京都寄り、奈良寄りとかいろいろありますね。どこだかわかんないけど、めっちゃ早口だ。いいですよね。僕自身やっぱり亭主感覚より奥さんの方が上であった方がうまくいくと思うんですけどね。って言うよね。あ、だから僕は逆に大阪の女性と結婚したらやっぱりもう奥さんに尻に惹かれるタイプですね。買い物かご持ったりとか、
どっちがいいんだろう。伯爵亭主関白っぽいですね。いや、伯爵が逆に死に引かれたら嫌ですね、俺。いや、でも確かにプライベートは引かれてるかもしれない。どうなんだ、俺どうなんだどうなんだろう。大阪は柄が悪い。柄悪い風に、声がでかいから柄が悪く見えるからね。うん、大阪、東京人は苦手、うるさくて。そんなのね、このメルティだ。大阪は男の方がいい。人情味がありますからね、大阪の人で。大阪の営業ってオラオラじゃん。あ、オラエって聞きますよね、確かに。すごいですね、そのイメージが、あっちは。大阪の、ね、ホストで知れるよね。伯爵案外 M っぽい。東京の人好き。まあ、東京の人って実際あんまいないですからね、そう考えると。聞かないですね。うちの店でも今、いるか。いる東京。いなくない？いないんじゃないですか。一番近くて俺ですからね。そうですね。まあ、俺じゃね。セクシーセクション。高校の時あれだから。大宮に前降りした。それ埼玉って言うんですよ。大宮に近いからね。まあ大宮一本で行きますからね。西はいはい。西より近いんだ。そうなんですかね。あ、まあ近いっちゃ近いですね。まあうちこっち来るまでなんだかんだ1時間かかりますからね。ただ大宮で全部足りるから。そうなんですよ。神奈川も横浜で全部足りるんですよ。ほぼ出てきたから。原宿行ったってただ人多いだけだし。何が楽しいのって思うから、そういうのはね、やっぱでも住めばいいっていいっすよね、東京。まあ、だから住むには住めば都かな、うん、住めば、まあそうっすね。俺もいて、まあ今1年半経ちますけど、やっぱ住んで意外といい、意外とってかいいっすね。帰るのいつ帰るの？僕は去年の5月からです。いつ帰るの？1月1日帰ります。帰る、一緒に帰ってくれる人、チケット買ってあげます。どうだろうな、1月行ける。正月になったら帰れる。いやいや、なんで、なんで俺は帰るの？俺もそう、実家に帰れるんだもんね。そうですね、羨ましいね。実家に帰るって、実感が湧かないの。伯爵も山形。いや、俺一応山形だ。でも、帰ったところに友達いないから。ああ、はい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 、まあ、じゃあこっちで、うん、正月は過ごす感じですか。過ごす子いないかな。ほら、じゃあ過ごす子を募ったらいいんじゃないですか。あ、東京は冷たく感じるけど、いや、どこに住んでるんですかね。ほら、これ触れてないね、これね、ロータスね。もう、かっこよくないですか、これずっと出てるんですよ、うん、はい、もう次の曲の時も、まあ、4曲連続ってなっていただければ、うん、次の曲はあんまり俺出てないのかな。出てるんじゃないですか。次誰なんだろう。ああ、次誰なんでしょう。いや、あれね、難しいんだよね、意外と。まあ、全員じゃ全員じゃん。カズ、うん、の手元が映ったりとかさ、まあ、手元だけだったんですねあれ。まあ、でみんな言ってくれてましたけど、うん、映ってたよってすごい笑顔で言ってるんですけど、うん、どこまでって言ってくれないですよ。まあ、手元だけだったんですねあれまあ、これは多分来年あたりに皆さんにお届けできる話なんですよね、こういう。そうですね。まあ、まあ、2月ぐらい。2月ぐらいですね。すね、まあ、バレンタインかそこら辺ぐらいになんかリリースできたらいいなっていうものがありますんで。その前に、12月3日だ。はい、12月3日。はい、ライブやります。はい、新宿フェイスで。クラブプリンスさんに呼ばれたんですね。そうですね。ありがたいことですね。プリンスさんありがとうございますっていう感じです。本当だよ。いや、緊張しますね。やっとなんか歌舞伎町で同じ土俵に立てるじゃないですけど、まあね、長いからね。ああ、プリンスさんの方が全然な、もう長いし、でっかいところでやってるしね。そうですね、先輩ですからね、うん、CD とかに関しては、うん、でそういうものでちょっと胸を借りようかなと思います、うん、ゲストで呼んでもらってるから、ね、ゲストで呼んでもらってますからね。嬉しいよね。緊張してます、うん、数出てるの。はい、出ます。はい、出ます。数出てます、はい。でもコメント今ね、いくつぐらい？今まだ420です。おいおいおい、パチパチしろよ。パチ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 で稼ごうとしないんだよ。なんでかっていうと、今日カオルが喋ってねえんだよ。12月3日いや16時開演で。こんな、いいっすよ、後でまた詳細言いますけど、あれそういう感じでやりますけど、パチパチでコメント数稼いでいただければなと思います。お、ライブ来てくれ。あ、ありがとうございます。ライブ見に行きます。ぜひぜひ。そしたら俺、生でハグするから。おな、生伯爵の生ハグだ。生ハグ生ハグ
生ハゲみたいな生ハゲそうなんかね、日本はハロウィンリスペクトしてる日本はね、その前から生ハゲっていうものがいるからね、はい、ありますからね生ハゲも神様ですからね、はい、神様ですよ、はい、生ハゲやろうよ、みんなまああんまかっこよくないけどね、はい、やったところで悪ゴワイズニガーっつってね悪ゴワイズニガーっつってあれって秋田だっけはい、秋田ですね、あれ誰も本場わかんねえじゃん、生ハゲ鶴たんぽ、鶴たんぽっす鶴たんぽ、そういう風なもの肌肌肌肌肌あるのかな地方である、はい、生ハゲに似たもの、山形でもいやー福岡でもあの酵素的なはい、なんかそういう伝説じゃないけど、そういうのうち、そういう考えたらないですね、リンゴ娘はいるんですけどね山形伝説あったじゃん、ちょっと伝説を考えてる間にじゃあちょっと CM 行きたいと思います。続きは後で。つけてんなぁ、俺。ただいま。なんかあります？山形そういうの。花笠音頭ぐらいだよね、だからね。ああ、はいはいはい。あれは何のためにやってる？花笠。花笠はちょっと俺怖いイメージがありますね。なんか、俺都市伝説とか大好きなんですよ。そういうの見てると。はいはいはい。そういうの見てて、山形が1個出てきて、1個のまあ集落あるじゃないですか。うんはいはい、そこに東京の人が行ったら、なんか1週間かなんか、花笠のメインになる。でそれがなんか生贄みたいな話を聞いて、まあ、それが本当かどうかわかんないですけど、東北いっぱいありそうだよね。こういうなんか迷信みたいな、なんかものとかもいろいろありそうですね。杉さんですね。秋田が一番霊感が強い、なんだっけ、イタコ？はいはい、イタコ、はい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 。ね、ね、なんとかさんか。恐れ山はでも青森さん。青森、あ、でもありますもんね。あれ、イタコの列って本当に降りてくるんですよ。イタコでもあったよね。シャーマンキングのね。シャーマンキングえ青森、イタコシャーマンキングっていう。イタコは青森も出してるんですよ。あるよね。うん、恐れ山。もうあれ、下があれ本当に霊が下がってくるんですよ。で恐れ山って日本で一番金が取れると思いますけど。今日は全く放送してコメント拾っていいですか。芝居でしょ、あれ。いや、芝居じゃないです。内勤が一番モテようとする楽しいです。そんなことしてねえ、まあ、そんなことしてたのファンさんが一番モテますからね全然モテねえよモテたいよねモテてみたいカウルの伯爵苦手ってそうなっちゃうじゃんどうなんでしょうねそういうことどういうことえそういうことじゃないもんねちょっと寝起きでしたすみません今認めちゃってるんですね今認めましたギリギリついたもんねギリギリ10秒前でもいろいろじゃあ質問読み上げてもそうですね、まあとりあえず皆さん年いくつですかはい、いくつですか私29ですよっ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 、味噌汁手前よっよっ、20代ラストよっあたす20代ラストあるわ21ですよっ若い若いピチピチよっカズは26になったばかり若手ですよっよっよっそして、今年472歳かな。イエーイ！よっ！最高齢、最高齢。
最長の最長の最長様、その割にはちゃんと整っております。最長のねえ、ご自まさかご自身の口から言うと思わない、ね、どこ行っても伯爵とね、俺出かけても俺の方が絶対上に見られるますね、間違いない、ね、結婚して誰か俺と、いや俺も結婚して誰か、結婚結婚してっていうか、そんなこと言ったらまた嫁さんの話は、結婚ね別にしたくないんだけど、はいはいはい、孤独死だけはしたくないじゃん。あ、分かりますね、分かりますね、それは、それは分かりますね、一人いいですし、誰か連絡なかったら管理人に連絡して、それが一番嫌ですよね、本当に孤独死、リアル管理人最近多いし、そういうの、俺この間なんかバーで潰れてたらしいの、はいはいはい、そしたら俺、こうやってこうやって潰れてたらしい、へ、自分を自分で抱きしめて、危なかったです、ま、守るものが自分でしかないってことは、そのまま俺も孤独死を殺れないね。しかも伯爵癒やすんじゃなくて介護するようですからね、変わる、変わる、変わってきた、まだ早いですよね、介護変わってきた、あ、今日、はい、買ってきましたよ、お買い物行ってたんだ、ジュン、橋本の、あー、そうね、行ってたね、見た見た見た、いいな、見ました、超なんか超買っちゃったっすね、結構買った、めっちゃ良かったです、いいなぁ、たぶん、え、ファミリーセール結構安かった、 70% オフ、あ、いいね、この間ライオンさんが着てたやつもすげえかっこよかった、50万円分ぐらい、これもジュン岡本の、あ、バスこれも買ってきた、これも、はい、なんかね、大人っぽいよね、作りはロミオさんに勧められて、うん、即買いっすよ、即買い、おー、かわいいね、はい、もう色もいいね、はい、伯爵が着ちゃうよ、また、またモテちゃいますね、うん、また持っちゃう、着てみなこれ着て、すげえ、俺の質問が超してる、顔が疲れてる、そう、顔疲れてるんですよ、私結構もうしょうがないです、それはどうしようもならないです、もうこれ以上は、はい、結婚してください、誰かカズさん嫁にして、お、カズ嫁にしてだって、全然 LINE 送ってください、いいじゃん、伯爵似合うですね、あら、似合う、お、似合う、ね、このまま着て帰るパターン、サイズ感もちょうどぴったり、ちょうどぴったり、おせえ感ない、やっぱ伯爵ポンさん、内勤なら付き合いたいわ、内勤で付き合いたいわ、もう晒すわ、いくらでも、これいいね、いいね、もはや勝ちだけないね、いいな、あたすの、あたすの伯爵、伯爵、もう服より携帯見つかるといいんだって、携帯見つかるといいね、携帯見つからなくてもいいけど、俺の愛を見つけて、あ、探してもらえる側だ、あー、そういうこと、なるほど、なるほど、あたしの伯爵って来て、はっ、い、同伴した時、ド派手な格好で来て、いやでもいつもド派手ですからね、うん、同伴した時、同伴してくれんの、おっ、いいじゃないですか、じゃあ同伴してあげてください、同伴してくれる、じゃあ LINE して、あ、LINE ID に載ってないんだ、 LINE ID 今から出せますかね、じゃあ LINE ID を伯爵のみ、伯爵のみ、伯爵のみでかく、伯爵のみでかく出してもらえればもう、はい、いや私の LINE 出したところで別になんかどうも来ないんで大丈夫です、うん、はい、写メ付きでね、写メ付きで、で、私の伯爵って言ったことをね、写メを見てから、タオルの倍生きてる伯爵、倍は生きてねえな伯爵同伴してほしい、アクターありですか、あ、いや、これによるけどね、これが、あ、やっぱり生々しい、キャッシュリアル、リアルな、リアルな大悟がね、タオルも ID 出して、パス、はい、ぜひ、じゃあタオルと、まあ一応カズノも出しといてください、ね、いや、そうですね、そこに触れてもらえなかったらどうしようかな、 どっちも触れてもらえない、一応カズさんもお願いします、これ前の人は変じゃないから、いやいや、だからそれ3回目ですもん大丈夫です、俺と LINE しても楽しくないよ、別にこんな感じです、カメラ越しにチェックするのやめてください、鏡越しなら分かりますけどカメラでよカメラでチェックしてるの初めてです、何してんの本当に、生放送だよ、お前だから完全に生放送という枠で、ね、今あれしますよね、皆さんのやってますんでちょっと待ってください、でも LINE ってすごい便利ですね、便利ですね、伯爵いくら使ったらアフターって300万くらいじゃないですか、その日のラストですか、その日のラストになったらいいよ送ったら営業かけてくれるおお、ボケるボケる、営業しかかけないよどうやった、分かりやすい、どうやった、分かりやすいよ、俺営業しか受けないすいません、私の LINE も出してもらっていいですかすごい営業しか受けない、営業かけてくれる、まあ、こういうのいいですね、何、まあ、みんな何営なのか聞きたいのはあるかも、
何家なの？何家？僕枕ですね。うん、枕。伯爵は？それでも、でも伯爵営業だろうね。まあ、そうですね。伯爵営業。何？あの言い方よく言うとアイドル営業みたいな。ああ、そうですね。昔ながらの。国民的アイドル。伯爵店で何飲むの？ブランデーか。でもボジョレーまだ飲んでないんだよな。昨日買って帰ってたのにあげてないんだよ。今年も出てますから。なんかみんな飲んでますけどね。いくらでいけるって何？いくらでいける？何がいける？せっこく？またそこに。3億円かな。3億円。宝くじ当てて。当ててくれれば多分。あ、大抵って決まったらね。やばいよ、俺に抱かれたら。カズさん、プレイヤーだろ。内勤じゃないっす。淀川さんではない、俺。カズ。ヨドちゃん、伯爵はブランデーめっちゃ飲みますからね。ブランデー大好きなんだよ。伯爵のせいでブランデー大変なことになりましたね、俺は。ね、伯爵、俺全く酒飲めなかったのにブランデー伯爵に一本丸々ほぼ飲まされてる、はい、ブランデーはね、コルトンブルーなんですよ。コルドンはでも飲みやすいですよね、あれは。本当あとヘネパラかな、高いの、ちょっと高いの。酒は血の一滴ですからね。コルトンって安いのに安定感ね。安いのありますね。あれは別にずっと飲んでられますからね。なんでいくら？なんで最低で2万3万ぐらいか。3万ぐらいからありますね。まあ上限なしでありますけど、コルトンは6ですかね。お、マナミンお帰り。お帰り、いいですね。そんな安いの？まあ安いのよ、安いよね、値段は基本的に、うん、まあでもあのコルトンブルー7万だよね。まあコルトンは何だろう、まあ、飲みやすいのは。そうですね、やっぱホスト行きたいのかね、みんな。行ってる人も行ってない人も多分見てると思うから。来ないぞ、うん、営業するから早く LINE して。早いっすね、それ営業さらに。この時点で LINE やるっていう。まあ LINE ちょっと出てるんで皆さんそれぞれ送ってください。読めんのかな、これ。まあ、婚活希望の方が伯爵と俺です。で、営業希望の方が、いや、俺でしょうね。あと薫で、ちょっとあと中小具合が数でお願い。中小具合。新宿電波悪い。新宿いるんだったらおいでよ。あれ今日来ちゃう方なんですか。まあ、あとでロミオで待ってることもできます。はい、はい、ロミオでみんな来ていただければ初回で、こっから同伴しよう、これと。まあそれもありっちゃありですけどね。ありっちゃありですね、はい。まあ場所はまあ近くなんで。で最後ラスト歌ってもらった後にあのアフターでつるっと歌いきましょう。まあ誰が一番最初にこれで LINE が来るかですけどね。どっち、まあ、これで終わりまでに来なかったらまた寂しい結果になります。伯爵初回でキスしてくれる金。ああ初回でキスしてくれる金。金初回じゃキスしないよね。初回じゃできないんじゃないですか。シャーシャー初めましてできたのがなんでうちのヨドさんなんでしょうね。何をしてんだあの人は。ヨドちゃん初めまして。ホスト経験なし、ホスト行ってたっていう人もいますよ、ね、やっぱり。やっぱ年代がバラバラだし、男の人もいますからね。でも男の人でホストをやってみたいっていう人も多分いたんじゃないですかね、中には。全然来ねえな。年齢層わかんないですけど。まあ初回今日もやってるんで。絶対あのハートに潜んでるのあれは絶対ヒゲですね。ヒゲの方です。カズ君送ったよハート。今送ろうか。もう誰も鳴ってないですよね。LINE で晒したところで。やっぱでもこれ抵抗あるっぽいですね。みんな。そう。はい。そんなにあれすることじゃないですよね。いやもしなんか送りたかったらそこ送りじゃないですか。で送って嫌なのが来たらすぐブロックしちゃったらいいんですよ。もしだって自分の大好きな女優の ID でしたらそこ送らない。ああ、いや俺全然送りますよ。送るよね。何通も送りますよ。それが男と女の違いなのでは。絶対送るけど。送るよね。今送りますよ、何通も。どこ住んでるって聞いちゃうね。あ、行きますね、行きます。いつ会えるって言ってますよね。はい。僕らも名前言っちゃうことが多い。じゃあ今日は名前は言わないです。名前伏せますか。はい、名前言わないんでそのままやっておきます。ちょっと淀川さんだけは出しておきます。はい、淀川だけは出します。はい、それ以外の方はちょっと名前伏せてほしい人がいたら全然出さないです、はい、名前は出しません、はい、名前言わないでって送ってくれる。はい、そうですね。名前言わないでねって言ったら今日は言わないです。やっぱ生で言われるのも恥ずかしいっていうのもあるかもしれない、ね、なるほどですね。お、お、あ、来た。お、お、よう来た。淀川さんじゃないですか。全然関係ない。また携帯落としちゃった。カズに LINE してホテル誘われました。
よ、そんなことしてたの。え、カズに LINE してホテル誘われました。すぐホテルですね。あららら。カズさん送ったって。あ、私も来ました。あ、最後じゃなくてよかったですって来ました。はい。はい。ね、あと10、あと4年後かな。はい、淀川仕事しろ。淀川仕事しろ。来ないですね。まあ、これで今 LINE 来た瞬間にもう泣いましたからね。全てが泣いた。しかも俺に至ってはハートまでついてましたからね。16歳はまあ LINE ぐらいはできるんじゃないですか。まあ、お店には来れないです。ライブに来てくれれば、はい、ライブに来てくれればすごい助かります。あ、ぜひぜひ。未成年の方でもね、やっぱりライブは来てもらえれば多分楽しいと思うんで。ハグするよ。ハグする。ハグするよ。伯爵がハグして、カズにビンタをしていく。いいですよ。カオルはカオルのスマイルで行きたい。あ、いいですね。で、コミカド君はさ、コミカド君、コミカド君、何コミカドって。コミカド君ってなんすか。コミカド君じゃない。伯爵の出ない。ライブ行けばやってくれるの。全然伯爵はハグしますよ、ライブ行って。ニコ生見ましたって言ってくれたらやります。伯爵はやれる男です、そういうの。全然やれる。やれますね。で、カズ指名します。お、来たよカズ。やったっすね。カズホテル代ケチったから暴露されるんじゃないですか。外でやれっつったじゃん。遠すぎてライブも行けない。まあライブ行けなかったらちょっとこれを見て楽しんで。いや、これ間違ってないよね。 LINE、 あ、また来ました。これも淀川だったらもうあいつあと帰ったら殺す。僕の方来ました。はい、淀川さんじゃない。あ、私来ました。ありがとうございます。おありがとうございます。誰でも来ない。来ました。ありがとうございます。後でちょっと LINE 返します。あ、関西ですけど、関西には来ないですか。あ、関西行きたいですね。関西行きますか。はい、行けるのであれば関西行きたい。関西行きたいじゃねえ、関西行きたいですね。伯爵出ないって。伯爵の方が出ない。あらら。え、マジで LINE もらったらどう処理してるの。ちゃんと返しますよ。ちゃんと返しますよ、そんな。処理してる。今使えない。ちゃんと LINE はしますよ。出会い系にするなよって。出会い系にはしてないですね。カズでもホテルに誘えばできるなんて男の希望だ。あ、ありがとうございます。男性のね、味方になればいいかなって。まあそうですね。まあ男性の方もどっちかというと欲しいんですよね。俺の場合は男性の方にも見てきて欲しいんで、そういう周りでつながっていければ面白いかなと思うんですけど。見えますかね。18歳未満の子と LINE して警察に捕まったこと。ええー、そうなんだ。不純性行為に当たるのかな、これ。年齢のやつちゃんとやってる。あ、これ ID 検索。そっか、ID 検索できないのかな、今。あ、そうじゃないですか。ああ、はいはい。そうですね。だって、落としたから逆にできない。うん、逆に LINE の ID 公表してもらうわけにもいかないですよ。私、そっちがあるわけではないです。そっちの気じゃないですね、男は。その前に。まあそうですね、男の方が恥ずかしがりなのかもしれないですね。ああ、今できますね。許可した。はい、今伯爵に送れば大丈夫です。送れます。許可。何で着信音上げた。ああ、読み込み中のままです。読み込み中、本だったら抱かれてもいいかな。はい、和彦っていい。ああ、出す。和彦くん2丁目の方じゃないですかね。カズ、数つながりですかね。ありがとうございます。まあそうやって言ってくれるとありがたいね。LINE の話。3人とも気をつけて。何を気をつける。ああ、そういうことで。まあ怖いですからね、18歳。でも会う会わないじゃなくて、もうそれだけでもダメなのかな。マジで。はい。ということで、ちょっと今から CM 行きますんで、その間にまた LINE の方お願いします。はい、お願いします。はい、CM でーす。うわぁ、マジだ。
よいしょということで、まあそろそろお時間に近づいてきてますが、はい、まあちょっとここで軽く告知をさせていただきます。まず我らがプロデューサー、はい、はい、新郎さんが、はい、なんとなんと12月1日1日ライブを行います。よいしょよいしょよ、場所は、渋谷 WWW というクラブで行います。で、開演が17時からで、会場が17時で開演が18時というふうになってますので、もしよろしければそっちに来たい人もね、この LINE を送ってもらえればその詳細も教えたいと思いますので、そうですね、ぜひぜひうちらとともに慎吾さんを見に来ていただければなと思います。ありがとうございます。生放送中に何をしてるのかって話ですね。で、先ほども出ましたら喋りにくいわさっきも出ましたけど、ギラギラソニック12月3日12月3日、はい、プリンスさんにゲストで呼んでいただきまして、はい、12月3日16時開演、はい、会場で16時半からスタートという形になってきますので、で出番はまあ後々になってくるんで、皆様早めに行っていただければなと思います。ちなみにここの4人も全員出ますもんね、はい、場所は新宿のフェイスです。新宿フェイス、はい、歌舞伎町でやりますので、ぜひぜひ皆さん来ていただければ。ロータスみんなダウンロードしてくれたのかな、ほらやってくれてますかね。まあそれも後でロータスのやつも送ってあげたいですからね、うん、歌って LINE 送ってくれた人には、ね、歌って歌っ て覚えて歌ってって歌って新郎さんはソロライブでやりますね。浮かずは普通にハグされたり、うん、あら、ありがとうございます。あの何回でもハグします。で今日俺前がちょっとおかしくない。いやだからもういいんじゃないですかそれ放送手前で、放送終了手前で、はい、ロータスも送ります。LINE してくれた人にはロータスをプレゼントさせていただきます。終わりちゃうんだよね。マイキーでます。ありがとうございます。フェイス、フェイスですね。あの何ゴールドコンビ、ホストクラブじゃなくて歌舞伎町の、なんて言えばいいんだろう、ん、駒劇場の横にあります、あのもうモーモーパラダイスのビルですね。しゃぶしゃぶ食べ放題のところにあります。あれヒューマックスビルですね。ヒューマックスビルか、あのボーリング場があって、うん、で下にゲーセンが入ってます。一回ゲーセンあって、うん、あ、そうです、ベストボディしたところです。はい、そうです、はい、うん、モーモーペレデン、俺出ようと思ったんだけどね、ベストボディね。あー、いやー出てください。じゃあ次回はちょっと年齢枠じゃないですか、470歳っていう年齢枠。そうですね、まあシニア枠でいけるんじゃねえかシニアのおじいちゃんたちも結構強いよ。シニア、はい、ラオルくんってきてますよ。コメントどんぐらいいったの。いやー今732。おい、もっとパチパチしろ。パチパチ、はい、ラストスパート。いや、先ラストスパートでバーってやってもらえれば、お願い、脱ぐ予定だったんですね。そう、脱げる予定だったのに、とりあえずまあ1000いったらとりあえず数脱ぐわ。はい、おめでとう、ライブおめでとう、ライブおめでとう、ライブ見に来てください。ありがとうございます。シニアで全部あげてください、うん、シニアとポンであげてください。そこで NG コメントどんな NG コメントなんでしょうね。これ我々も見れないですからね。NG コメント見れない。本当にポンで上げてくれてる。はい、行くよ。ありがとうございます。来て来てみんな。いやー。いただければ。まあ実物を見ていただいた方がやっぱりいいですかね。あら。私は中身のあるコメントしかしない。あ、そういうのもありがとうございます。はい、そういうコメントもありがとうございます。はい、枕。はい、ありがとうございます。行きたい、来てください、ぜひ。まあ今度もし行けてないと、ね、LINE 来たよ。来ました。ん、 LINE 来ましたかってまあ名前は今日は言わないんでね。まあこの間は群馬行って、で前に名古屋行って、なんでまあ東北の方と九州の方とかも行けたら行きたいですね。行きたいですね。こっちの方も九州地元だからやりたいでしょ。やりたいですね、地元の方とかで。まあ俺も青森でやりたいんですけど、クラブがないんです。青森やる場所なの。クラブがないんです。ライブハウス野外しかないです。公民館でやろうよ。あ、公民館、公民館で。あ、公会堂があります。あ、公会堂ある。はい、一応3000人ぐらい入ります。あ、じゃあ公会堂でいいじゃん。3000人もいらねえこんな入ってくれたらありがたいよね。3000人ぐらい。俺親戚しまって全員呼んでます。プリンスライブで見に行くわ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 LINE 返したのは伯爵かな。ぜひ僕も見てる、あの方にお願いしたいんですけど、ぜひ名前で呼んであげてもらったら嬉しいなと思います。
伯爵とか、うん、ポンとか、カオルとか、ニコ生見たって言われるのが多分一番嬉しいですからね。めちゃくちゃ俺歌ってるわ、ね、俺のとこだけゲスって言ってもらえたわね。いや、今月のメンズラックで、はい、伯爵とかうちらこの間渋谷の109でやった、ユニットの、うん、あの写真がめっちゃでかく載ってますね、載ってますね、うん、伯爵めっちゃでかく載ってます。そう、見た、すごいですよね、あれ1ページ見開きで全部載ってるんで、もし面なく見れる人は買ってください、ぜひ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 お願いします、はい、婚活希望者 LINE 聞いてないですね、LINE はとりあえず来ました、ありがとうございます。で、婚活希望はまだ来てないんで、どんどん募集します。これみんな東京の子なのかな、どうなんですかね。なんかやっぱり大阪来てください。はい、行きたいです。そう、白スーツで伯爵歌ってましたね。そうで、騙されたんだよ騙された、騙されたいや、ノリノリだったじゃん騙されたんだよ。伯爵、あのリスキーと俺が白スーツだった。あ、今月の連絡です。伯爵、ギラギラソニックは何着るんですか。白スーツですか、うん、やっぱギラギラしたもん。あ、ギラギラ、まあいいですね、ギラギラ、まあ目立つもので言ってもらって。みんな、みんな何人来た、みんな何人来た、伯爵の方が、ね、LINE が伯爵の方が結構なってますね。これも伯爵に送ろうかな、このタイミングで。はい、まあちょいちょい来てますね。まあもうそろそろお時間が迫ってきて、最後にはやっぱり、ああ、それライブの映像、絶対今あっちで流して映してもらえばよかったんだけど。いや、これ電波悪いからさ。あ、そう、多分時間がかかる。伯爵と付き合いたいよね、大阪行けるのに。伯爵ラッシュ、伯爵がすげえ行くよ。新宿なんですよ、誰か。マジで同伴する同伴しよう、同伴しよう。同伴できるならしてあげてください、伯爵。いいですね、いいですね、うちらはお出迎えしますんで。109見に行きました、ありがとうございます。 LINE 来た人数発表しよう。さて何、カオルは3人でした。お、来てるね、カオル。地味に来てんじゃん数は知れてる。僕2人です。はい、伯爵は俺も3人。ああ、はいはい、あら、自分は1人です。伯爵、伯爵、いや、カズさんと同伴したいとか。ああ、いいですね。あ、じゃあカズと同伴してください。はい、そしたらカズのこのネックレスをあげます、今日同伴してくれたら。その場で首にかけてあげます、はい、その場であげます。マジか、はい、マジか、マジか、俺じゃねえんだ。いや、あれ、与党川さんだったら俺嫌ですよ。なんで元気ないわけじゃないからね。そう、そうっす、うん、今元気。今日は静かなだけです。これは通常時っす。カズのネックレスは、ロドキン。前髪の、はい、一応ロドキン。まだ言ってんすか、前髪。今日もお時間が近くなってきました。最後に今日はやっぱり伯爵に締めていただきたいな。伯爵よ、まあ移動してると時間がないと思うんで締めてもらえますか、伯爵。はい、今日じゃあもうこの放送は終わっちゃうけど、夢の中で待ってるよ。まあ、あと20秒ぐらいありますよね。オーケー、カズ、ホテル代次から出すよホテル代出すよ。もう終わっちゃいますね。あー、コメントどんどん、待ってるよ。ライブ、ライブ待ってます。慎吾さんのライブと、うちらも慎吾さんのライブ待ってます。ぜひぜひよろしく。でもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。